レディオザビストリップ、今夜の MC はボーカルの友です。七夕に復帰兼12周年ライブがついに行われまして、帰ってきたなと思いました。ブログにね、あの1曲目の登場から1曲目のちょっとだけね、レガシーっていう曲なんですけど、映像が上がってたりするんで、もしね見てみたいなっていう人がいたら覗いてみてください。次の日からはね、7月8日からは FC 旅行に行きましたね。だからダイレクトに七夕の感想だったりとか、お帰りっていう言葉とかね、もう目の前でもらったんで、すごい楽しかったですね。結構ねファンも疲れてたんじゃないかなと思うんですけど、どうでしたかね。発案的にはメンバー側だったんで、もしねやだっていうファンがねいたら、どんどん意見言ってもらったら、またいい方向にね修正していけると思うんで、やっぱそういうのはねファンと一緒に考えていきたいなと思ってるんで、遠慮なくどうぞ。それでは早速お便りの方行きたいと思います。ラジザ楽しく聞かせてもらっています。今回は MC がトモさんということで、梅雨明けした今、トモさんにとてもお聞きしたいことがあります。それはダイエットです。トモさんはタイマーやブラックマトリックスあたりから急激に痩せ細っていき、別人のようにスマートになっていましたが、何をしてあんなに細くなったのかとても気になっていました。夏になると肌の露出も増えて、デブは肩身の狭い思いをしなければならなくなるので、もしこのメールが読まれたら今日の夜からぜひ実践したいので、トモさんが実践していたダイエット方法がとても知りたいです。痩せたい女子も多いと思うので、ダイエットの天使として愛のささやきをお願いします。ラジザネームクミさん。あれ、クミさんって旅行の時撮ったラジオでも呼んだような気がするな。結構ね今回クミさんがいっぱいいたんだよね。クミさん頑張ってね。でダイエットだよね。まあ俺がやってたのはもう本当有名も有名な糖質ダイエットがメインだったんですけど、途中から取り入れたのがケトジェニックダイエットって言って、あんまり聞き慣れないと思うんだけど、脂質をメインに取るというか、そういうダイエットがあって、もちろん糖質は抑えてね、糖質ともちろん炭水化物もね抑えて脂質メインの食事をしていく。そうすると結構量も取れて満足感はあるんだけど痩せていくっていうダイエットがあるんだけど、これはね正直やっぱり、糖質ダイエットもそうなんだけど、体に悪いなと思って、健康的じゃないから、なんか聞けば肝臓にも負担がかかるものらしくてね、なんかそれはどうなんだろうって思ったんで、未来に響いてきそうだなと思って、やっぱりボーカリストだしステージに立つから、今は健康的に体作っていきたいなと思ってます。でね、まあみんな運動嫌いだと思うんだけど、俺が最近取り入れたやつがあって、まあ、これも有名なんですけど、プランクっていうやつね。なんて言うんだろう、体幹なのかあれは。プランクって多分検索したらすぐ出てくると思うんだけど、それを毎日5分間やってます。5分間でも結構厳しいぐらいのやつなんですよね。俺がね、あの YouTube で大好きな YouTube で見てるあのプランクの動画があったりするんで、みんなもなんか参考にしてみてください。結構ね体にくるんでいいかなと思います。それじゃあ、ルイの出してくれたお題いこうかな。トモさんこんにちは。今週のお題、夏といえば何食べる？ですが、私は激辛料理を食べます。一日中エアコンの効いた部屋で過ごすことが多く、冷たい飲み物や食べ物を摂取する機会も増えて、体を冷やしがちなので、代謝を良くするためにあえて辛いものを摂取し、汗を流して夏の暑さを乗り切るようにしています。最近は夏野菜が美味しいので、ナスとズッキーニやトマトを入れたカレーを作って食べるのにハマっています。トモさんは辛いものを好きですか？ラジオネーム、みなせから、みなせさんから。呼び捨てごめんなさい。激辛料理大好きです。セブンイレブンにあの有名な激辛ラーメンの中本のカップラーメン版が置いてあるんですけど、中でも一番辛い北極ラーメンっていうやつがあって、それ結構買ってますね。ストックしたりもしてますね。
なんかあった時の何もないけど、あの手軽にね食べたい時にってストックしてありますね、うん、ぐらい結構好きです。ピストリップは結構ね、あの辛いもの好きな人多いかな、多くはないのかな、強いだけなのかな、うん、俺はね本当に好きで、特に好きな料理があって、プデチゲってわかるかな、韓国料理なんだけど、チゲ鍋にソーセージだったりとかインスタントラーメンを入れた鍋って感じかな。自分で作るんだけどね、結構ね美味しくて、あのなんだったら2日に1回ぐらいのペースで食べたいぐらい好きなんだけど、やっぱねダイエットしたりするとね、どうしてもインスタントラーメンとかは躊躇しちゃうからさ、我慢したりはしてますね。これはでも夏いいんじゃないかな。まあ実際やってる人も結構いるよね、きっと。インスタントラーメンチゲ鍋に入れるのって結構主流になったと思うから、ぜひねみんなもやってみてください。それじゃあ次行きます。ともさんこんにちは。ラジザが好きなあまり金曜の夕方が好きです。私は夏といえばやっぱりかき氷です。お祭りの屋台で買う時もありますが、最近は値段が高めでちゃんと作られたかき氷が増えてきたので、そっちをよく食べる気がします。ともさんはかき氷食べたりするんですか？お好きな味とかありますか？名古屋のコラボカフェではいちごのかき氷でしたね。余談ですが、私はシランガニャが大好きです。シランガニャの絵文字も作ってしまいました。気になっていたのですが、シランガニャってどんな声を出すんですか？これからも応援してます。リハビリね、 FC のもライブも楽しみです。はい、ラジザネーム竹内さんからいただきました。かき氷はね昔やっぱり食べてましたね。いちごからやっぱり入るんだけど、男の子のね、キッズの男の子っていうのはね、やっぱりブルーハワイで舌を多くしてふざけたりとかで、やっぱそういうのが、好きになるから、俺もブルーハワイすごいね好んで食べてましたよ。でふざけてましたね。アホだったな、舌を多くしてねウェーってやって何が面白いんだっていう感じだったんですけど、誰もが通る道かなと思います。はい、そう、名古屋のファイブスターズっていう CD ショップがあって、まあ、CD ショップだけではないんですけど、いろいろやってるのかなって感じなんですけど、そこでねビストリップコラボさせていただいて、なんかね復帰にこうなんていうのかな、盛り上げるみたいな感じだったんで、すごく嬉しかったですね。ありがとうございました。で俺がコラボしたメニューがかき氷の、結構ねレシピも細かく指定したいちごのかき氷だったんですけど、あれはねやっぱりメンバーカラーはすごく気にしたね。メンバーにも言ったんですよ、あの自分のカラーでカクテルとかき氷作ったらいいよねっていうことを言ったんだけど見事になんかユーとかどうやだったっけ、かき氷なんか緑三昧じゃなかった。だからあの本来本物の緑の海が困るっていうあれねちょっとびっくりしましたよ。聞いてんだろトウヤはい、でシランガニャすごい好きでいてくれてるんですね。あのシランガニャって知らない人に言うと、俺がなんか作ったキャラクター的な、まあそんなすごいもんじゃないんですけど、本当にすごいもんじゃないんですけど、まあなんか好きでいてくれてる子が結構いたりして、声ね、雰囲気的には知らんがにゃか、やっぱりシワ入ってるから老いてる可能性もあるんで、知らんがにゃとかかな汗かくなこれ、恥ずかしいね。はい、それではねちょっとねボーカリストとして答えたいなっていうお便りがあったんで読みたいと思います。トモさんこんにちは。いつも楽しくラジザを聞いています。今回はトモさんが MC ということで、日頃から疑問に思っているボーカリストにしかわからないことについて質問させてください。トモさんの歌声や歌い方がとても大好きなのですが、トモさんのように巻き舌をうまく取り入れながら歌うことができません。トモさんは意識をして巻き舌を取り入れているわけではないと思うのですが、女性でもトモさんのようにかっこよく歌ってみたいんです。
YouTube などで巻き舌講座の関連動画は片っ端から見たのですが、どうもうまくいかず、自分がやるとなぜかうがいをしているみたいになってしまいます。巻き舌を取り入れるどころか巻き舌自体ができません。ともさんはここは巻き舌にしたい等と巻き舌のコントロールをしているのでしょうか、それとも自然と癖のように歌っているだけで意識はしていないのでしょうか。歌う時に気をつけていることや巻き舌のコツなどがあればぜひ教えてほしいです。はい、ラジザネームヨナさんです。ありがとうございます。巻き舌ね、まあ、有名な方で言うとリンゴさんとか、結構巻き舌多用してるなっていう印象はあるんですけど、俺も確かにね多いかなとは思います。まあ、癖もねなくはないんですよ。あるっちゃあるんですけど、あの感情表現とかその音を強く出したいとか、歌詞のその一文字をアタックというかね強くしたいとか、そういう時に使うかなっていうのはあります。で、まあ、巻き舌自体ができないということなんですけど、ボイトレの多分知ってると思うんですけど、いろいろ練習されてるみたいなんで知ってると思うんですけど、タングトリルってわかりますかね。舌をってやるボイトレの、まあ、すごいスタンダードなやつなんですけど、これに音を乗せる、文字を乗せる、まあ、それがそうなると難しいのかな。例えばラリルレロとかやりやすいかなと思うんだけど、ラリルレロみたいな感じかな。なんか参考になればねいいなと思うんだけど、人にねあんまりアドバイスすることがなくって、そういう機会がなくて、なんか参考になったら嬉しいなと思います。あとはその息の強さとかもあるかもしれない。例えば吐く息が弱すぎたらできないかなって思うんですよ僕は。だからその息遣いとかもちょっと気にしたらいいかもしれないね。はい、それでは、すっかり恒例となっているセットリストのコーナー行きたいと思います。今日はじゃあラジオネーム千花さんからもらったセットリスト、こんにちは。僕の考えるセットリストはオレオです。オレオ、お菓子のオレオのように白と黒を意識したセットリストにしました。じゃあ読み上げていこうかな。1からウィンプ、インプット、思い出 CG、 ドラマクイーン、ライトアップ、 MC もしっかり入ってるね、ツイスター、レシピ、イライザ、スケープゴート、クラシックオペラ、ブラックマトリックス、キャラメルマキアート、シアターオブエンビー、コントラスト、プレイシャドウ、アバランチ、ハーメル、星屑僕と君へ。で、本編が終了と。で、まだ続きがあって、アンコールがタイマー、アイディア、エディ。以上です。1曲目のウィンプで白黒切り返しとあるので、曲順は白と黒を交互にしています。本編ラストで星屑僕と君へのグレーからのアンコールで黒と白が入り混じった曲を選んでいます。アンコールの最後エディではモノクロの世界は綾なせばいいとあり、先に送らせていただいたセットリスト、ああそう前もね送ってくれて、彩りフルーツバスケットというセットリストがあって、そこに繋がりますと、ツーレイズ公演などの際に採用していただけると嬉しいですということです。ありがとうございます。すごいね、 2days 分のセットリストを考えたことはないよさすがに。結構ねストーリー仕立てに組んだりもするけど、俺は2日分はさすがにないな。しかもなんかうまいね。あ、そうだ、前回のラジオでルイになんかバラされたんだけど、そう、頭文字が連続して同じのが来る、例えば C から始まる曲が連続してセトリに入ってくるのをすごい嫌うっていうことをバラされたんだけど、結構ねファンメールも来てなんで嫌なんですかとか、すごいねあの深い意味を求められてるような気がしたんだけど美学ですねそれだけ。なんかセットリストって、まあ、1ページにこうバッとなるじゃないですか。だからその文字の羅列にも美しさを求めてしまうというか、多分変なんだよねこれね。だってそれで多分もったいないこととか絶対してると思うから、頑張ってねこれからはあんまり気にしないようにできたらいいなと思ってます。それでは、そろそろ終わりの時間です。俺からもお題発表したいと思います。食べ物のお題良かったんで、なんか気分盛り上がったんで俺もあのそういう系で、あなたの好きな食べ物トップ3、これね
男女の好きな食べ物ランキングを最近見たんですよ。すごい興味深くて、確か女の子が、女性が、アボカド、パスタ、パンケーキだったかな。で、男が確かハンバーグ、カレー、ラーメンとかだったと思うんだけど、すごくない？人間で、同じ人間でさ、男女でこうまで差があるんだっていうのがすごい神秘的に思えて、神秘的にっつったか今、神秘的に思えて、面白いなと思ったんで、みんなの好きな食べ物ランキングも聞かせてほしいなと思いました。はい、そんなビストリップなんですけれども、クラック&マーブルシティというシングルがですね、9月の18日に発売となります。で、10月2日からは、幻の、はい、中止になってしまったスタイルというアルバムのアルバムツアーがね、始まります。全国7カ所ぐらいだったかな、チケットは地方まだまだっていう感じなんで、もうお願いお願いっていう感じで、ぜひ見に来てほしいんで、かっこいい5人を見に来てください。まあ、かっこいい5人を見るだけじゃなくてね、音を楽しみに来てほしいなと思ってます。で、そのツアーの合間だったり、合間じゃなかったりするんですけど、今日5時頃にね、どこでインストがあるかっていう詳細は出たと思うんで、日にちと、どこでやるかっていうやつですね、お店とかは出てないんですけど、なんか参考にして遊びに来てほしいなと思ってます。まあ、これからね、やっと新しい未来が始まるんで、一緒に楽しんでいきましょう。それじゃあ、バイバイ。